さんこんにちは、森有とマリリンです。はい、ほんですよ、出会って何年、1年半、もう2年、約2年ぐらい、ぐらい経ちます。経つんだけども、もうほんと年取っちゃってね、なんかだって出会った時10代だったって。もう22歳になりました。もうって感じ。化粧水とか何もしてないの。でこの綺麗さ、私なんかもうめちゃめちゃやってて、もう肌荒れやばいですよ。そうですよね。でもね、中学の時すっごい濃かったの。あ、そうなんですか。すっごい濃、もうつけま3枚とかベーって重ねてたし、で洗わないで寝たりとかしたし、いや私もやってた。痛めつけてたけど、うん、なんかね、いいことにまだそこまで。羨ましいですね。私全然ダメですもん。いやでもね、今日もすっぴんで、とりあえず、うん、メイクをしてもらおうと思って、羨ましい。すっぴんで来てて、でやっぱ25になって、うん、でやっぱりね、大人のね、女性としてどうなのかって、はいはいはい、この色気の差がさ、もうさ、なんていうのほら、もうさ、色気が違うじゃん。母になった色気と、私なんか、私だってなんかよくわかんないもん。こんな色気出ないもん。こうやってやってて美味しそうだなみたいな。いや出ますよ。うん、はい、クリスマスに向けてちょっと私大変身しようと思って、マリリンになろうと思ってます。よっけーす、よっけーやって。じゃあさせてもらいましょうか。オッケー、やってください。もうどんどん使っちゃっていいんで、こう今日森有の秘密とかいろいろここら辺とかも暴いていいと思って、いろいろ髪の秘密とかも暴けると思うんで、やりますか。はい、オッケーです。ちょっとゴソゴソ動いちゃって椅子が、空気椅子、空気椅子。すごい鍛えられてるの今、下がね、痩せるかも、これ痩せたい、めっちゃ。今日は結構ガッツリほんまにやっちゃうんで、もうほんまにこう、なんていうんですか、外国人の方がこうやってる、いろんな国でやってるような方のメイクをしていこうと思うので、やったー、私今本当に元が整ってるんで、多分さっと終わっちゃうと思うんです。さっと終わるの、これ終わると思います。本当に私が大人になる瞬間をみんなが目撃してくれるわけで、可愛いからね、可愛いからグラマラスに変わりましょう。グラマラスになる、私なります。 OK。 やだー、これどう出てくるんか。なんか想像しちゃうねんけど、やだやだー。めっちゃちょっとやん。やだ、いや全然ないやん、髪の毛。そうなんです、こんな毛量多くないんです私。いやこれマジ4年の中で多分初めてよ、この公開。このなんか裸になるより恥ずかしいってこのことよ。前髪も全部上げちゃいました。マジで。あ、なんか飛んだ、なんか飛んだ、ピアス。あ、手を抜きたくないので。お、すごい。すごい可愛いスポンジ。これ何、パフ。そうです、ビューティーブレンダーって言って、うん、すごいこうお肌にフィットするスポンジになってます。すごい、アリちゃん自体はほんまに綺麗な顔立ちやな。本当にこんな間近で見ることないの。やった。いや本当に、いや今日なんか大丈夫かなと思って。何ですか、この私メイクしてもらうのだって。いや全然させていただきます。メイクモデルとして大丈夫かしらと。そう、お邪魔します。はい、やばい、お化粧の匂いがする。私本当にこういうの分かんないから、化粧の仕方が。いつから化粧してたの。中1ですね。おお。からメイク始めて。え、下地から。うん、もう、あ、いや、ファンデーションは塗ってなかったですね、やっぱアイメイクだけ。私も中1の時はアイメイクだ。なんか、ひまちゃんに叫ばれてる。すごい、私そう、眉毛もね、整えてきてなくて大丈夫かなと思った。いつも眉カット行ってて。あ、行くんですか。行く行く、眉カット。なんか眉専門の人がいて、やば、眉毛専門の人のとこ行って、すげえな、そりゃカットしてもらって、で、毎回こう、顔がたついてるっつって、すげえ。これ何？眉毛整える。え、何それ？これ何？整える？いや違います。ただのコンシーラーなんですけど、私はそれ用に。すげえ。使ってるんです。してます私。確かに。でね、元の顔がすげえ濃いんだよ。めっちゃ食べて。本当だ。引っかかっちゃってる。え、松エクしてないで、その長さなの。松、なんちゅうの、
つけまする前から長いじゃん。やばくないですよ、まつげ出てないって言われますもん。結構さ、見ててさ、ちゃんと濃くなってるじゃん。マスカラ？マスカラじゃないですかね。あ、長いなと思って見てる。綺麗だし、すっぴん。全然、めっちゃ褒めてくれますやん。一番最初に会った時に言う、私が言った2年前に言ったセリフ覚えてない。私すごい自分で覚えてるのが、日本語上手なんですねっていう。それ思い出した。なんか私最初、一番最初にアリスさんやってなった時に、うん、なんかアリスさんやって言ったと思って、うん、日本語上手いですねって私言った覚えがあって。日本語本当に外国人さんかと思った。マジで、うん、日本語そしたら、え、バリバリ大阪人ですって言われて、ええーと思って。そうやったっけ。そう、すっごい覚えてる今も。すっごい思い出して、思い出すとマジ笑いが止まらなくなる。懐かしいなぁ。いやだって、いつの話なんやろってなりますもんね。何歳ですかって言った時に、19ですって、うわーみたいな。ダブルの驚きだったのはすっごい今でも衝撃。いろいろと。今でも覚えてる。覚えてる。本当に。あれは衝撃すぎて。私初めてだもん。なんかこう。なんか外国人の友達とかいるけど、なんか日本語上手いですねって言った日本人初めて。そんぐらい、そこまで。そう、すごい、本当にハーフとかじゃなくて本物かと思ってた。やりにくないこれ。大丈夫。空いてる方がやりやすい。え、これ空いてんの？それも辛いな。いい、これ潰ってる気でいるんだけど。あ、かわいいよ。やっぱすごいかわいい。お、化粧してる。なんかすごい化粧してる感がある。ピンクのせようかな、せっかく。やった。クリスマスなんでね、ちょっとこうイルミネーションイメージして。これカイリーのコスメです。あれ？なんだっけ、クリスマスパレット？あ、クリスマスのやつも買いましたよ。この届くんですけど。ね、なんか買ったって。ちょっともう使いすぎててこんな感じなんですけど。クリスマスバージョンも買ったの？買いました。全部コフレ、クリスマスコフレを。すげえ。はい、すっごい綺麗です、アリスさん。綺麗綺麗。じゃあ、はい、下まつげどうしようかな。え、もう全部なんかマスカラの方がいいよね、多分アリスちゃんは。じゃあもうバッサバサ、バサバサでいいよ。もうバサバサ、バサバサのつけまつげてか、私はマリリンになるっていう線がちょっとも、ツイクとかがあってもつけまみんなつけてるもんね今。なんかね、つけまつげは漏れるんすよやっぱり。じゃあこっから。じゃあ次つけまつげつけていきます。はい、高いやつ。これもそうです。ミンクでさ、ミンクっていうつけまつげなんです。種類ってこと？そうです、ミンクの名前。やばい。すげえ。これわかる、このミスバニーみたい。ミスバニー、ミスバニーだっけ。ミスバニー、あれ何でしたっけ、あれミスバニー、あのラー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 とあるんだけど、マスキングでしょ。パチパチパチってするやつでしょ。これすごい、あのやば、私あれ大好きなんだけど、ミスバニーすごい、ほら。わかった、ミスバニー。ミスバニー、これ今何やってるの。目を近く見せるために、目を近く見せる。近くなった、目が、やばい、ナチュラルにね、やばい、今目、わかる、すごい、すごい、なんか目と眉毛の位置が一緒。わかる、そういうことや。眉毛に見えるってことや。あの、視界が狭まって。あ、そういうことね。やばい。な、化粧するとき、ほんといつも白目になるんだよな。じゃないと無理ってことする。なんかね、こうやってできない、見ながらが怖い。オブメイクだからね。すごいな、顔全然違うな。変わります？全然違くない？出た出た、こ
これはどこのコントは海外のものなんですけど。出た、あれだ。イエス。じゃあ。私やってる、これアイシャドウでやってる。あ、私もやってました。なんかもう、ほんとデーモン小暮ゾーンって言ってて。デーモン小暮みたいに、こう、心の部分をこうやってやるみたいな。ね。うん。いいですよね、これね。やってた。え、でもそれの専門のやつってこと？これ。あ、そう、コント愛用ですよ。すげえ。コントアっていうの、そのデーモン小暮？そう。名前になってません。名前になって、コントアっていうんだ。ただ小暮ゾーンって呼んでたから。小暮ゾーン。すげえ凹凸をね、やっぱそうやってたわ。これ小顔とプラス外国人さんっぽい感じの。あと何もしてなかったの。茶色まんまにした。茶色とブラウンをこう、あ、違う違う、ブラウンとハイライトをのせるとこう、こうになって見えるんですよ。へっこんで、でかくへっこんで。そういうこと？そうそうそう、それで。すげえ。すげえ。すごいな。だってこれ一人一人違うでしょ、本当にやり方。アイシャドウが分かるとか。え、でも見て、シミとかどうですか？全然ないっす。ほんとに？うん。え、やりすぎない。ほんと？いや、ほんまに羨ましいぐらいない。ほんと？やった。もう、私のそばかす分けましょうかっていう。え、ほんとに嬉しい。いや、そばかす、ここ、そばかすって言われて、シミだと思ってたので、そばかすだよと言われてるけど、シミなんじゃないかっていう疑いはやっぱり自分ではまだ消えなくて。うん、全然。全然ですから大丈夫です。よかった。嬉しい。すげえ、次から次へと新しいのがパレットポン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 出てくる。これはハイライトです。ハイライトすごいってハイライト専門のやつ。ハイライトで、そうで、この目の下にちょっと明るい色を入れていきます。上向いてもらって、はい、ダメだな、私上向きこれしかできない。はい、おーおー、ね、すげえ。シャドウ、コントアで、すげえ、ローズシャドウを入れていきます。失礼します。はい、鼻が高いんですけど。え、私高い？うん、私なんかよくこうちゃんに高くもなく低くもないって言われる。いや、高いです。高い、怒ってる。どんな基準なんですかそれ。すごい言われる。なんかあなた高くもないし低くもない、普通じゃんって言われる。これでも動画でそれ話して、いや、ごめんなさい、めっちゃ鼻綺麗ですよ。やった、プロに言われた。いや、私プロじゃないです。プロに言われた。ただただ勝手に動画投稿してるだけです。やった、ちょっとこれはお墨付きをいただいた。え、なんかメイクモデルさんみたいになってきた。いや、元からモデルさんみたいで綺麗ですよ。いやな、全然ね、本当に本当ね、もうすってもすっても何も出てこないよぐらい言ってくれるの。え、だってアリスちゃんほんま可愛いじゃないですか。いやいやいや、なんか本当に救いようのない。だってこうちゃんすごい、なんかこうちゃんが私のことディスってる、ディスってるみたいだけど、なんかあなた別に可愛くもないし、めっちゃ言うやん。可愛くもないし美人でもないからって言うのよ。綺麗ですよ。いや、嬉しい、そう言ってくれないから誰も。すごいすごい、なんか宝塚みたいになってきた。ほら。じゃあ目が、目が。あ、目がね。目力が、すごい。なんか、私やっぱり男側なのかな？もともと。いや、顔はっきりしてる人って男っぽいですよね。うん、目力が、強い。ここを入れる、入れて、ここに。ここは鼻と口を近づけて見せるんですよ。そうすると、うん、老け防止。え？結構面白くて、で、唇をもっと立体感見せるためにこの上唇にハイライトをのせます。え、何が起こってるの？わかります？こう、クイって上がってるように見えるんです、唇が。口がなくなってるってこと？なくなってます。なくなって今さ、口なくなんだよね。いや、から私今視力 0.03 の中やってるからあれなんだけど、なんか口がなくなってる、なんていうの、かかる、鏡見てもらったらわかると思うんですけど、ない。そう、上がここが、こうなんていうかな、立体感出るんです。ハイライトって山を作るんですよ。で、ローライト、この暗い色はへこまして見せるんです。はい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 。
で、そのでこことかへこんで見えた方が鼻筋綺麗に見えるじゃないですか、こことか、うんうんうん、でも唇ってここハイライト塗るとそう山ができるんで、ぷっくりした方がいいから、そう、すげえ、口初めて知った、口ない、今上こんかかはうまい、いや、ありますあります。なんで待った、ちょっと掘って開けといてもらっていいですか。ほってどうやって開けるの、ほなんじゃ、ほあ、開けへんね、はい、むずい、結構リップ難しいね、うん、冷たい、じゃあまんまってしてください、まんまって、まんま、イエスイエス、おお、エロくなった顔が、おお、すげえ、すごい綺麗なリップこれ、そう、1000いくらですよ、え、できました、すごい、こんな感じです、ちょっと、え、やばい顔、やばっ、やばい顔、違う、やばい、いろいろやばい、あ、いいっすね、じゃあ早速ですね、髪の毛変えていきましょうか、はい、お、変身、変身、バイバイ、バイバイ、めっちゃ可愛いんじゃないですか、できた、できました、すごい、なんかやばい、あ、いいね、やばくない、 いいね、クリスマスメイク、私はこれでクリスマスマリリン・モンロー、ほくろつけます、ほくろつけない、やばい、で、どうしようかな、じゃあちょっとナチュラルにブラウンの、はい、どっちがいいかな、こっち、こっち、こっちか、どっちがいい、でもこうやって、あ、そうだね、はい、おほう、わー、オーンってやつ、イエーイ、完成、すごい、じゃあちょっと、はい、完成、私登場します、ゴー、わー、はい、完成しました、できました、イエーイ、こんな感じです、すごい、いいね、わ、やばい、エロい、エロい、エロくなっちゃ、エロい、エロい、私これちなみにマリリンの、そう、私がよく着てる服なんで、着れるようになりました、私、それもすごく嬉しい、素晴らしいね、着れるようになったちょっと今空中椅子ですけど、そう、空中椅子よしないけど、こんな感じです、これでクリスマスメイク完成です、すごい、これはテーマはクリスマスメイクの中の、やっぱりこう、あのイルミネーションということなんで、こうアイシャドウとかも結構こうラメ入りのものが入ってます、はい、そうです、いや、ありがとうございました、ということで今日はマリリンと森よりでお送りしました、バーイ、バーイ、マリリンのチャンネルも見てね、見てね、ツイッター、インスタグラム、マリリンの ID は横に書いてあります、ぜひチェックしてみてください、ということで次の動画もお楽しみに、チャオ、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャン